中華民国台湾が22日台湾宝庫、金門麻ソ個別関税領域という名称で CPTPP に参加することを正式に申請しました行政院経済貿易交渉オフィスの唐新秀主席代表は CPTPP は必ず国際規範を導く力となると強調しました。 中国大陸は台湾に先駆けて16日に CPTPP への加入を正式に申請しました台湾が CPTPP への参加を申請するタイミングは中国と関係しているかについて甲信州交渉代表は中国大陸にもその考えがあるはずだ台湾の申請とは直接関係性がないと強調 専門家は CPTPP に加盟する必要性とタイミングを考えるといずれも非常に重要かつ正しいのだと説明しました CPTPP の加盟を機に日本の福島県など5つの県による食品の輸入を解禁するかどうかに注目が集まっています党新中交渉代表は日本がその問題を持ち出したらこちらも当然対処すべきと表明 専門家は、協定に加盟するには必ず難点がある。我々もメリットが欲しいけど、デメリットは嫌だ。という子どもから成長すべきだ。とコメントしました。CPTPP 加盟によって影響を受ける産業について、経済部と農業委員会は、すでに影響を評価し、各産業にも支援策を提案し、交渉していると説明しました。